アゾニックスジャパン株式会社代表取締役下野と申します。2017年、18年、大島紬クイーンを務めました、サヌイゆかりと申します。よろしくお願いいたします。今回ですね、キャンプファイヤーというですね、クラウドファンディングの、プラットフォームがあるんですけども、そこで大島紬の記事を使った、いろいろなブランドとコラボレーションするプロジェクトを立ち上げました。それの、PR として来させていただきました。まずですね、大島紬は1300年という日本の中でもとても長い歴史を持つ織物の一つです。で、世界的にもペルシャ絨毯と並んで世界の三大織物と言われているんですね。でもそのことを知らない方も多いかとは思うんですけれども、なんといっても大島紬は人の手で紡いで作られたものになります。で、30以上の工程を経て、ということは30人以上の方が携わって一つの織物ができていく、分業の工程を経てできていきます。で、その緻密な作業、その緻密な織物ですねっていうのは世界でも類を見ないものが出来上がっています。で、着物って大きく2つに分かれるんですけれども、織のものと染めのもので、染めのものはもちろん出来上がった生地に絵を描くのが染めですよね。で、織っていうのは一番最初に糸に柄をつけて織って絵を作っていくっていう、これもすごい技術なんですね。その技術っていうのはやはり大島紬の大きな魅力の一つになっていると思います。で、生地も絹糸からできていますので、シルクなんですね。で、シルクって人の肌に一番近いと言われているものですし、で、そのシルクなので最終的には土に還るという、今エコな活動だとかね、皆さんもおっしゃってますけれども、その中にもつながるような、最終的に自分たちで着て、その後は土に還る、地球に還る、着物として、織物としても魅力があるものだと思っております。私ができること、例えば、いろいろなブランドとコラボレーションしたりとか、そちらのブランドの方に今度は引っ張ってもらいながら、大島紬の良さを皆さんに知っていただきたいと思って、このプロジェクトを立ち上げました。その着物以外の形で今大島紬っていう魅力を発信するというのは、私も個人的にはしていることなんですけれども、どうしても今着物離れですね。で、大島紬の産業自体もどんどん衰退していっている状態です。で、その中でじゃあ現代にあったこの大島紬をどう皆さんが使っていただくか、知っていただくかという中で、こういった新しいジャンルですね、今までになかったもので大島紬を表現するっていうのは、すごくいいんじゃないかなと思っております。目標金額がですね、300万円というふうに設定させていただきました。で、300万円集まらなくても、実施するパターンと、300万円集まらなかったら、この企画は没になるよっていう、こう2パターン、クラウドファンディング、キャンプファイヤーの方である選べるんですけども、我々が選んだのは300万円集まらないと実施しませんよっていうパターンでして、昨年の12月10日から今年の2月4日まで、開催されます。で、あと残り3週間なんですけども、正直まだ、60万円弱ですかね、しかちょっと集まっていませんので、どうか皆様ご協力していただければ、幸いです。例えばニューエラキャップっていう帽子がありまして、私がかぶっているこの帽子なんですけども、メジャーリーグですね、公式のキャップが、ニューエラキャップっていう、皆さんこの、よくこのシールで、若者のというか、ヒップホップというか、そういう人たちがこのシールをつけてかぶっているのはご存知だと思うんですけども、このニューエラキャップさんと、コラボさせていただく、特徴はですね、この横の6面あるんですけども、ここの1面の部分に、大島紬の生地を貼って、実際は、こちらの方に貼られるんですけども、このニューエラのロゴが貼って、この龍郷柄の生地の上にニューエラの刺繍が入ります。コラボレーションした感じが出るようにしようかなと。あと、ごめんなさい、これ S になってるんですけど、これもサンプルででして、先ほどの我々が作ったつむぐっていうブランドロゴがあるんですけども、そのロゴに変わります。で、後ろの方も刺繍で、つむぐっていう文字が
つきます。大島紬と一言を言った時に皆さんが最初に思われるのは紬というカテゴリーに入るということなんですね。ってなると紬イコール普段着というイメージがありますので、大島紬は普段着なので、例えば結婚式だとかそういう正式な場所には着ていけないと思われている方がすごく多いんです。ただじゃあどうして紬がその正式な場所に着ていけないのかというと、実はその絹蚕の糸がある時の綺麗な生糸の部分と周りの部分、くず繭というんですけれども、その2つが分かれます。で、真ん中の生糸を使ったものが着物として、でそのくず繭を手で紡いで、その紡ぎ糸を使って作ったのが紬というカテゴリーの着物になっていくので、まあくずと言われてます、捨てるような糸を使って作った着物は普段着になるという形に、で紬という名前のがつく着物はどうしても普段着扱いにはなるんですけれども、大島紬は途中で変わってですね、全部この中心の綺麗な生糸のみを使った着物になっていますので、大島紬という紬という名前がつくんですが、実際はその紬のカテゴリーではないので、どういったところでも恥ずかしくなく正式な場所でも着ていただける生地になってますので、このコラボした商品も紬でしょうではなくって、堂々とどんな場所でも着ていけるものとして認知していただけたらありがたいなと思います。大島紬の魅力はやはり手に取って触って見ていただくことが一番だと思います。それを一番身近で感じられるのが今回の返礼品にたくさん含まれておりますので、ぜひ皆様のご協力よろしくお願いいたします。